こんにちは。あったかくなりましたね。桜も散っちゃって。今年は早かったですね。あったかいですね。ついこの間まで知ってます？寒くて寒くて寒くてなんて言ってたの。もうストーブの前から離れなかった猫が、うちの猫が離れなかったもんですよ。毛がもう燃えちゃうんじゃないかぐらいまでもうこうやってましたけど、あったかくなりました。もう半袖でいいかなっていうか、もうどっちかというと昨日話あなたは半袖着てたりするんでしょうね。ねえ、そういう感じでして。テスクロラジオのお知らせでございますが、4月の19日の火曜日の12時半ぐらいからお送りいたします。お送りいたします。ねえ。4月の19日の火曜日の12時半。4月の19日、飼育。何かを育てる飼育でもいいしね、だから何なんですか。それちょっと違いますけど、テーマがありますよ。これ皆様のね、ご意見をご意見というお寄せいただきたいんですけど、僕ねお蕎麦が好きなんですよ。何よりお蕎麦が好き。うん、春になると蕎麦ですね。夏もいいです、秋もいいです、冬もいいですね。蕎麦は年中いいです。蕎麦で、まあこれ僕らが住んでるその関東と関西と いろんなそばがあると思うんですけども、僕の何そばがあなた好きですかと、何そばが好きですか。それからわさびとかさ、ネギ入れるとかさ、いやいやわさび入れないよ、唐辛子だよとかさ、いろんな人いると思うんですよ。で、私こんなそばは知ってますよとか、この名前はこういう具が入ってますよとかって意外に地域地域であると思うんですよ。お蕎麦特集でいきたいと思いますので、どうぞじゃん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 、お蕎麦こういうお蕎麦があるよ、私こういうお蕎麦が好きだよっていうのをお寄せください。よろしくお願いします。